こんにちは、アーカー社のミカです。南インドチェンナイに現在まで16回通いながらクリシュナマチャリア氏の伝統を探求しています。こんにちは、ヤモテミです。イタリア在住で2児の母であり、12年前にミカちゃんに勧められてヨガを始めました。今はインナーチャイルドを癒すカウンセリングをオンラインでしています。イタリアでもヨガを教えています。この番組はメンタルヘルスと古典から紐解くヨガの関係を話します。前回の補足として、ヨガスートラが定義しているエゴって、間違えた自己認識ってことになるから、こうアビッティアと混同しやすかったりするんだけれど、そもそもクレシャってアビッティアというね、土壌から育ってくる植物みたいなもので、それがね、まだ表に現れていないか、これは種っていう感じ で、あと、あるいは生まれたばかり、これはこうスプラウドで、芽の状態ね。あと、それか一時的に成長が止んでいているのか、それか成長がね、すごい完全にアクティブでじゃんじゃん伸びているかにかかわらず、すべては本質的な自分が分かっていないアビッティアという土壌から生えてきますみたいなことがあって、それがね、トラウマケースみたいに自己肯定低めなのかなっていう感じに私は捉えたんだけれども、それか、いわゆるね、エゴっていうとエゴイズムみたいな、自己は強めっていう感じがすると思うんだけど、そのどちらも間違えた、自己認識のことで、それはヨガスートラではエゴであってアスミタですっていうことをね、ちょっと補足したいと思うんですね。これについて、エミちゃんの補足は特にない。私のカウンセリングでは、カウンセリング来る人はやっぱり自己肯定感が低めなので、自分が好きになりたいとか自分に自信がない人が多いので、やっぱりそれも自分を引っ張って見てるっていうか、常になんか悪い方向に見ちゃってるところがあって、その本質的な自分っていうのは悪くもなければ、そんなすごい、いきなりなんか悟って素晴らしい人間で、なんかそういう人に限って悟ってすごい素晴らしい人間だみたいな、すごいなんか幻想みたいなのがあって、そのまんまで大丈夫だ、そのまんまそれ以上にもなんないし、それ以下にもなんないからみたいなのは嫌なんですよ。結局なんかすごい素晴らしい人間になりたいのに、頑張って瞑想とかしてるけど、やっぱりエゴっていうか、そういう嫌な気持ちは常についてるっていう感じで、どっちにしろすごい、やっぱりそういう意味では両方持ってるのかなと思う。自分を変に私なんてっていう部分があったりとか、逆に、確かに、あとすごい幻想、だからなんかこうヨガの先生とか、なんか逆にそういうなんていうの、すごい人に憧れちゃったりとか、あの人はやっててすごいみたいな感じで憧れちゃったりするんだけど、あの人も人間だからみたいな、その先生とかも人間だし、その幻想がすごい強いかなと私は思ったりします。そうだね、それになんかすがっちゃうから、やっぱりその自分が嫌だと、いいものがやっぱりなんかすごいピュアなものが外側にあって、それをなんか探しに行っちゃうっていうか、それはあるかもしれないなと思うんですね。そういう意味でなんかその両方、自己肯定感が低めなおかつ、なんかその自己愛を強めるために何かにすがりたいみたいなのはあるかもしれない。なんかやっぱヨガのその本当の自分を見極めるためのルートは、やっぱクレーシャを少なくしていかないと見極めることってできないよね、みたいなところを私は結構支持しているのね。私はとりあえずこのクレーシャっていうマインドの汚れをクリアにしていかなければ見極めることはできないじゃないかなっていう考え方でいるんだけれども、多分ね、もうクレーシャーがあるっていうか、私もヨガだから、ヨガの方だから、やっぱり、自分を責め続けたりとか、やっぱりどうしてもなんか自分にダメ出しをする、それをやめるっていう、それをやめるだけのことなんだけど、それがすごくみんな最初は難しいし、分かってもらうっていうのがまず難しくて、そこから、何ですだろうが何だろうが、どんな哲学っていうか悟りでもいいんです、それを使ってくれるのはいいけど、やっぱりずっと自分、だからそのワンネスさえも、私はなんか悟りさえもできない、ダメな人間だったみたいな、悪い方向に、行っちゃったりすることがあって、それはなんかあるなっていうのは、
さ、なんか単にそれクレイ者だから、やっぱ呼吸法とかして、まあ、呼吸法できないぐらいちょっと動揺してるんだったら別のこともあるし、そうまあ何かしら、こう、マインドフルである時間を引き伸ばしていくことによって、軽くなってくると、おのずと見えてきたりするから、そんなにね、なんか責めたりとか焦ったりとかしなくていいんだよっていう。呼吸とか、その、アーサナとかして、その自分を責める、言葉を止めるっていう方法を知るっていうための一つのツールがヨガっていう感じなのかなっていうふうに。まあ、だから、そうやってワンネス求める、うん、なんかもっと自分を超えちゃって何かを求める、それは、なんかやっぱクレーシャーが少なくならないと、まあ、どっちだけ無理ってヨガ言ってるかもしれないみたいなところがあるから、まあね、そういう現実的になるっていう意味で、うんね、やっぱりカウンセリングって、うん、そう対話を通して、なんかこう、鏡を持って、ね、相手の姿を映してあげるじゃないけれども、うん、本人がね、なんかやっぱり、掴んでいくことなのかもしれないね。うん、なんかクレーシャーのその、やっぱ自分を責める部分を、浮き上がらせることが他人はできる。自分は、これはクレーシャーじゃないって思ってる可能性があるから、っていうところ。うん、なんか頑張らなきゃいけないって思ったら、その自分を責めることはクレーシャーじゃないから。本人にとっては。うん、っていうところ、ありますね。私の世界では。うんうん、今、アベイテやアスミターっていう1個目、2個目を説明したので、今日は、3つ目、4つ目についてもうちょっとね、はい、お話ししていきたいと思います。なかなかね、なんか、本当に無意識にラーガドベーシャ、ラーガドベーシャっていう、ことで生きてる。それだけで生きてる。みたいな感じのこともあるのかなって。好きか嫌い。好きか嫌い。ね、あの人好きだして、あの人嫌いだして、それで生きるかみたいのもある。でね、なんで好きなのかっていうと、そのラーガの定義として、ラーガっていうのは楽しかったこととか、すごくこう嬉しかった経験の後にやってくるのがラーガだから、やっぱ好きな人っていうのは、うん、こう好きな人とか好きなものとか好きなシチュエーションっていうのは、以前楽しかった経験があるとかね、なんかそういうことに基づいて。でね、ドベイ社のことも嫌悪とか拒絶っていうのはその逆で、うん、まあね、嫌な経験なんですよね。なんか、やっぱ嫌な経験したらちょっともう、ね、嫌いになっちゃったりとか、もう絶対寄りつきたくないっていう気持ちになっちゃうっていう。まあ、ラーガもドベイ社も軽いものから結構強いものまであるけれども、まあ本当、日常生活、人生がそれで回っちゃったりとかね、する。ことが多い、そうそう。でもまあ、忘れちゃいけないのは、それが人生だからじゃなくて、これはクレーシャーだから、汚れだから、それをやっぱ少なくすること。なんか、ラーガにしてもドベーシャにしても、そのクレーシャーである以上、クレーシャーは苦しみの種だから、やっぱりね、ここは、なんかもう、毎日毎日綺麗にした方がいいよね。でもさ、それってやっぱりマインドの汚れだから、だから、まあ、もう常にでもこれがすごい面白いのが、やっぱり親とかがいて、やっぱりね、愛されたいんだよね。で、愛されたいし、やっぱ好きな人の親とか、まあ旦那さんとかって。でも、愛されたい人に愛されないっていうことが何より恥ずかしいし、何より辛いことなわけ。あ、そう、それもっていうか、それこそも、やっぱりクレーシャーでしかない。っていう感じ、好きだっていう気持ちのクレーシャーっていうこと、なんかそうね、ラーガじゃない、もっと欲しがる、もっと欲しがる、もっと欲しがるって、欲しがってもらえないから苦しい身につながってる、そう、なんかね、そこってあと常識も入ってきて、やっぱ親が愛してくれるのって当たり前なのに、親からさえも愛されなかった私って最低みたいな思っちゃったりとか、まあその常識ってさ、誰が決めたの。じゃあ、その三つ目、四つ目のクレーシャーが、ラーガとドベーシャってね、言いまして、ラーガっていうのは、またね、これもサンスクリット語のワードだけれども、こう欲望、それも強い欲望です。まあ、それか、執着とも言いますね。うん、で、はい、ドベーシャっていうのは、嫌悪、または拒絶とか、で、ラーガドベーシャって、もう表裏一体
ね、なんか表と裏みたいなね、白と黒みたいな感じで、もうラーガはドゥベーシャになったりとか、ドゥベーシャはラーガだったりするみたいなこともあるね。あるっていうね。なんかすごくこれは私たちにもう。好き嫌いの話で言うと、基本私はカウンセリング夫婦関係とかをやってるので、大体パートナーの人が、すっごい嫌いになるったりとかする、うん。でもそれはやっぱ好きだったから。うん、好きだからすごい嫌いになるっていうか執着なんだよね。そうそうそう、嫌い、すごい嫌いなんだけど、うん、その人が何々してくれないから嫌い、でも好きだから何々してほしいみたいなのがあって、うん、そこにすごい執着のなんか憎しみが入っていって、うん、すごい複雑になっていくんだよね、それが、うん、それは俺に対してもそうだし、あのそれで好かれたいからこれをやったのに好かれないからまたいろいろやってしまったりとかするっていうのがあって、うんうん、まあ、まさにそのラガとドゥベーシャ、好き、執着と、堅固の、厳しい依存性っていうかね。うん、それすごい感じ。人それぞれ違うもので人はコントロールできないっていうのが、だからそこが私一番多分ね、ヨガに惹かれるところなんですよね、結局。すごいドライな感じがしちゃうけど、自分がそれをすると楽しいからそうしてあげたいっていうのはラーガにならないんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。なんか、うん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 、もらえない、もっともっと欲しがってるけど、もらえないから苦しいわけでしょ、うん、でも、自分がそれがやるのが好き以上っていう感じはどうなんでしょうね。そう、だからやっぱりなんか、再構築もそうだし、うん、いい子である、子供の時からいい子である人とかもそうなんだけど、うん、やっぱりこれをやって、夫婦再構築だと、これをやってあげたのに、あの人は全然変わらないっていうことで悩むし、うん、子供のいい子だと、やっぱりいい子ですごくいて、努力して頑張っていい子でいるって、頑張ってるんだけど、やっぱり褒めてもらえない親がいて、褒めてくれてなかったんですみたいな感じで、こう、なんていうの、自分の自己肯定感の低さをそこに持っていったりするわけ。自分はすごい頑張ってきたのに、やっぱり認めてくれないみたいな。感じた。それで、そこで、やぶというか、すごく、苦しむんだよね。その、こんなにやったのに、まあ、こんなにやったのにっていうふうに、まあ、いいことなんだけど、それだってやらない方がいいんじゃないっていうぐらい、こう、依存しちゃうんだよね。やっぱその人の反応とか。だからなんか、ラーガにしか本当に過ぎない、ラーガにしか過ぎないから、もうなんか、なんかそれ以上の、なんかさ、結局、自分が努力したことで、あなたの損になってることってあるんですかって聞きたくなっちゃうんだよね。いいじゃん、お勉強して。ね、うん、うんうん、そう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 。だから、その自分のためにやってないっていう意識がなくて、好きとか、そういう風になっちゃうと、やっぱりそういう努力とか、まあ、ラーガ、ね、正しいラーガ、うん、そこが。ラーガになっちゃうのよ。せっかくの努力が。せっかくの努力が、その部分で変わっていって、苦しみ。じゃあさ、どういうふうに、どうして、どうやって解決したの？それで、やっぱり好きなものとか、欲しいものとか、もっと欲しいみたいになると、私は結構ラーガがわかるんだけど、もう絶対欲しいわけ。どうしてもそれが欲しくて、どうしてもそれがいっぱい欲しくて、その経験がいっぱいしたい。気持ちいい思いをしたいとか、気持ちよくなりたいとか、美味しいもの食べたいとか、すごいラーガが強くなっちゃうと、それを手放すって本当にすごく難しくて、なんかそれを呼吸法とか瞑想とかで、なんか手放せないってすごい思い込んでるところがある。瞑想してじゃないけど呼吸法でとか言っても、でもやっぱり欲しいじゃんってなっちゃう。うん。どうしても欲しい時って。解決法っていうか、まあもちろんヨガとか瞑想とかもあるけど、諦めるみたいなのがあったかもしれない。無理なんだな。うん、でさ、それってさ、ドゥベーシャになっちゃわない？ドゥベーシャ、あ、嫌い？嫌悪。もうやりたくない。やっぱりだから、やっぱり、夫婦関係の問題っていうのは、それをずっと繰り返すみたいなところがあって。そうだよね。そう、ずっとそれをなんか往復していくってところがあって、うん、私はそれだから変わってるし、私自身の問題でも多分あると思うんだけど、うん、そうやって、なんか好き嫌いっていうのをずっとなんか往復ていくみたいな感じで、うん、なんかいい感じのバランスが取れない、すごく難しいじゃん、そういうのって。私のとこ、ね、それってでもやっぱり乗り越えたからこそカウンセリングとかもある意味してるわけでしょ。
でも客観、まあ、もちろん客観的に見れるようになったっていうこともあると思う。なんか、そこまでアタッチメント、そこまでアタッチメント、そこまで依存しないんだよね。やっぱり、今は。そうでしょ？それっていうのは、プレッシャーがね、少なくなったってことなのよ、それは。それが、そんなに私を幸せにしてくれるわけでもなければ、そんなに自分の価値を上げるわけでもなければ、自分がそんなに、その、本当はそれを、欲しがってはいない自分っていうのに気づくっていうか、うん、それだけが私の価値を決め、なんかね、その時っていうのはそれだけが私の価値を決めるみたいに思ってるんです。だから、そういう私の経験的にすごく感じるのは、なんかこう、ヨガって、やっぱりクレイジーが少なくなると乗り越えられるものなのよ、それを自然に。そう、なんかね、わかんないけど、なんか乗り越えられると思う。なんか、だから、その、執着っていうワードになると、またちょっと別の考え方があるんだけど、その執着っていうのは、無理にやめることじゃないっていう感じなんだよね、ヨガスータラが言ってることって。こう、握りしめてるものが、こう、やっぱマインドがクリアになったり、することによって、こう、手からするって落ちるっていうような表現をするのよ。だから、努力してやめるとかじゃないの。そう、なんとなくね、なんか減ったんだよね、なんとなく。でも自分がどうやったかわかんないんだけど、私はちょっとも客観的には見えるようになった。だから、例えばまあ、結婚する人みんなそうだと思うけど、やっぱり旦那さんが愛してくれないと私には価値がないみたいなのがあって、旦那さんに自分の価値を置きがち。だから彼がどれぐらい私のことを思ってくれるかとか、なんか今思うと笑っちゃうんだけど、そういうことに自分の価値を置いて、そういうことが得られないと私って最低な人間だ、私愛されてないんだみたいな感じで、なんか自己肯定感が下がるというか、もう自分を下に置きがちなんだけど、そういうのがいつの間にか終わってたっていうのは確かに。なんかさ、今のその話を聞いただけでさ、もうラーマだけじゃなくてさ、もうアビッティアであり、エゴ、なんだっけ、アスミターであり、だから自分のことは分かってない。それで、本当なんかこう、自分の認識間違い、自分に対するアイデンティティの認識間違い。そうだ、全部が絡み合っていて、でもそれ全部がクレイシャだから、そのクレイシャがなくなってきたら、自然にね、こう握りしめてるものが緩んで、あれ、なくなっちゃってた、みたいな感じになる。やっぱりマイアクティスっていうか、まあ、瞑想体験とか、ヨガの。そうなのよ。まあ、毎日やってたわけでしょ、エミちゃんも。私やってるよ、うん。そうだよね。だからこそなのよね。でもね。なんか、だからそれが、ああ、そっか、そっか。なんかそれってさ、なんかこう、一回、やっぱり、エミちゃんは成功体験を感じて、すごくこれは何か効果があるっていうことを感じてるからこそ、ある意味、ストイックにやってこられている部分があるんだよね。ああ、そうそう。だから私、一番最初始めた時に、本当に調子が悪くて、もうこれは一日中泣いてるぐらい調子が悪かったのに、そのプラクティスをしただけで、それが止まったんです、ある程度の時間。だから、それがすごいなんか、まあ、最初の体験はすごかった。その、薬とかじゃないので、本当になんていうの、その問題自体は変わらないのに、その時の瞬間から、そのやった瞬間から、その何時間とかは、気分がいいっていうか、そのことに対して現れなくなる。でも問題は変わらない。状況は。っていうのをなんか感じて、どん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 、でもその時はすごい調子が悪かったから、それがすごい感じられる、すごい感じる。今はそこまで。そう、今はその問題も、なんつうの、そこまで大きくないし、クレーションもそこまで深くないから、まあそんなにね、だから。そうだね、木にはなってない。やっぱり。種が、すごい悩みの種が、すごい木みたいにはなってないから、たぶんどうにかやっていけるみたいな、ね。そう。だからさっきの話で、やっぱね、アビッティアっていうのが、こう、アビッティアの土壌から育ってきているクレイシャが木にはなってないから、抜けばいいっていう感じなんだよね。そうそう。前は、なんか木になったから、それをバサッて切るから、レッスンとか、あの呼吸法、まあ、そのプラクティスで切るから、すごいなんか、なるほどね。そういうことだよね。っていう、そういう感じがあって、今は、まあ、なんかメンテナンスみたいな感じで、やっぱやった方がいいな、みたいな感じがあって、だからね、やるのと、つどつど引っこ抜いてんのよ。それをやらないと、あ、こういう風になってるな、みたいな感じだけど、でももう基本はそこまでは、その人に依存しないっていうか、そういうものに依存はしなくなった。もう木じゃないからね。もちろん、あるんだけどね。私そういう気があるから、好きなものとかやっぱ絶対欲しいの。それはある。そういう、そこまでは取れないな。
っていうのは。まあね、それはね、またちょっと違った哲学があるから、またじゃあ別の時にお話ししましょう。そう、はい。まあ、土壌の中に、だからさ、雑草とかもすごい思うんだけど、全然植えてないのにどんどん生えてくるのどういうことって思うじゃない？だからさ、うん、やっぱりこう、全部がクリアになることってさ、だからやっぱり毎日マインドフルな時間というか、そういう、そう、毎日修行して、毎日修行っていうか、毎日そういうふうに自分に立ったためになる時間とか、うん、自分がマインドフルになる時間っていうのを取って、やらないと、やっぱりまた気になる可能性はあるんで、うん、その、やっぱりマインドフルになる、ね、と思ってるからさ、その土壌、うん、強い種を持ってるっていうことは、少なくとも知ってるわけ。うん、そしたら、やっぱりマインドフルな時間を作るっていうのは、私にとってすごい大切なことだってことだね。うん、本当だよね。でも、なんか最初に言ったように、やっぱり本当に感情が揺れてる時っていうのは、もう呼吸なんかに意識向けられないっていうこととかもあるから、やっぱそういう時にはガイドをしてくれる人っていうね、ちょっと助けがいるかもしれないし、ね、やっぱり自分でちょこちょこ雑草を抜いていくっていうような、うん、ある程度もまとめてやるとすごく大変だから、もうね、毎日毎日、ちょっと、ちょこちょこ抜いてった方がいいよねっていうのはありますよね。そうだね。毎日やっぱフラックスするのはすごい大切なことだってやっぱりすごく言うけど、うん、すごい大切。でまあね、本当エミちゃんとかさ、やっぱりこうそのね、なんか自分にとってのなんかすごい悪い状態からね、バッサリ木が切り落とされたその爽快感とか知ってるからさ、結構ストイックにね慣れて毎日できてるわけだけどさ。なんつうの？やっぱ10分とかでもいいと私は思ってるんだよね。うん、その60分。でもその10分をね、やるのが難しいっていうのは考えられる。そうそう。でもなんかね、やっぱりね、60分、だってさ、エミちゃんとか今60分ぐらいやってるんでしょ？日々。まあ30分アーサナで、あと20分ベイソで、うん、まあ10分ぐらいはカントベーリコをやってみたいな感じで、結構私、フェンディみたいなことはしてるかもしれない。たまに、やんないときも、もちろんそこまでできないときも、朝、やっぱ30分朝にして、夕方から瞑想と、その、瞑想と、ちゃんととか、そういうのはあるね。ね。うん、でも結構やっぱり、すごい、私よりも修行気質だなって思ったりとかする。私すごい、なんか、まあもちろん私も呼吸法とかね、やっぱり寝る前はやったりとか、朝、そうね。なんか、結構日中は、やっぱり5分ぐらいで差し込んじゃったりとかしちゃうのね。合間合間にちょこちょこ入れていくみたいな方式で。でもね、だから60分取れるっていうのは、すごいやっぱり、なんか、こう、信じる気持ちが強い人っていう感じだよね。これやると私は絶対いいからっていうのがないと60分はやっぱできないっていうのがあるけど、まあ最初はね、5分ぐらいとかでも、できないって思うのは、まあ一人だったらできないのかもしれないね、もしかしたらね。ね、だからやっぱグループレッスンとか、なんか先生についてやっていくっていうのはすごく、価値があるというか、そういう時はすごい大切な。そういう。まあ、習慣づけのためにっていうかね。まあだからいろんなやり方があって、なんかやっぱり自分のライフスタイルとか、なんか生活のスタイルっていう意味でね、なんか時間の取れるのが60分がっつり取れない人もいるかもしれないから、そうだね。そうそう、いろいろね、でもまあ、マインドフルな時間を通算して、そうね、何分、30分ぐらいはね、あってもいいかもね、朝昼晩10分ずつとかね。そうだね、10分朝やって、昼10分やって、うん、あ、午後に5分、5分で夜10分とかでも全然いいよね。なんかね。なんか、でも、やっぱり入れるっていうか、自分がその思考にどん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 巻き込まれないように、そういう入れるっていうのが必要だから、うん、時間とかじゃなくてやっぱ質だとは思うね。そうだ。やっていくうちに、やっぱり毎日やることによって、その質はどう絶対上がっていくっていうことある。そうそうそう。だからね、なんかあんまりね、小難しく考えたりとか、ね、なんか、そう、こうなんなきゃいけないとかじゃなくて、そういうなんか、別次元に行っちゃうわけじゃなくて、そうそう、これをやらないと、そういうものが得られないっていうことではないから。ただ単に集中する、一つのポジティブな対象に集中することだけなのね。なんかネガティブなことに集中してもしょうがないから、うんね、やっぱポジティブなことに集中するっていう大前提があって、それがまあ、ポジティブなことって何なんだろうって分かんなかったら、まあ、やっぱりね、一番ポジティブな単純なことって、まあ、呼吸してないと、ね、呼吸は
死んじゃうしね。そうそう、生きるっていうね。やっぱり。ね。活力。だからなんか、結構呼吸みんなしてるしね、とか。あとは散歩とかもね、確かにいいよね。そうそう、呼吸に関係があるし。巻き込まれちゃう人、どうしても思考に巻き込まれちゃう人っていうのは、何かしら体を動かすっていうのはすごく私はいいことかな。うんうん、あるものを使うっていうね。うん、そうだね、うんうん。それでやっぱり呼吸が動いてくるから、歩いたりとかするとね、うんうん、それでまたリフレッシュもできるし。そうそう。確かに。じゃあ今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。面白いなと思っていただけたら番組の登録お願いします。で次回はマインドの汚れの最終回、クレイ社の5つ目についてお話しますね。水曜朝8時にまたお会いしましょう。